渋沢栄一とナポレオン三世統治下のパリ第3回はブローニのの森の散歩。これは現在のパリの緑地町の両端に広大な2つの森ブローニュの森とヴァンセンヌの森が存在していますがいずれもオスマンの大改造によって整備されました。新鮮な空気を、 パリの街に供給するためですそのために最初に整備されたのがパリの西の端に広がるブローニュの森この写真はエッフェル塔から見たブローニュの森ですその先に見えている超高層ビル群はラ・デファンスという再開発地区ですブローニュの森は 東京ドーム30個分ディズニーランドの2倍という広大な森でかつては横領地でしたこれは現在のブローニュの森の中の様子です夏には多くのパリジャンが日光浴を楽しみますオスマンのパリ大改造以前には バガテル庭園ししかありませんでしたこれは1779年フランス革命の10年前に描かれたバガテル庭園ですできたのはその2年前の1777年作ったのはルイ16世の弟アルトワ伯爵彼が 義理の姉のマリー・アントワネットのために作りましたこれは現在のバガテル庭園ですここのバラ園は世界的に有名で所蔵品種はなんと1,800以上ですこれは改造される前のブローニュの森の地図です バガテル庭園以外、何もなく直線道路が印象的です。これが改造されて、どのように変わったのでしょうか。これが改造後のブローニュの森です。直線道路は一部だけ残され、大部分が曲線道路に変わっています。それまでバガテル庭園しかなかったブローニュの森に、 アンフェリウル湖やシュペリウル湖などの湖水や滝小川や曲線の小道が作られましたまた世界で最も優雅と言われるロンシャン競馬場や現在も庭園遊園地として子どもたちが楽しめるアクリマタッション公園も作られましたこうやって並べてみると その変貌ぶりがよくわかると思います。ナポレオン三世は、ロンドン滞在中に、ハイドパークやリージェントパークを見て、パリにもこれに負けないような美しい森林公園を作りたい、と願い、ブローニの森の工事の成功に、いわば皇帝としての威信をかけていました。パリ大改造の実行者オスマンとしても、凡庸な技師に、 ブローニの森の森設計を任せるわけにはいきませんそこでジロンド県からパリに呼び寄せられたのがアアドルルフ・アルファンでした2二つの理工系グランゼコールエコール・ポリテクニーク理工科学校とエコール・ナショナル・ポンゼシ・シ生国立土木学校出身で土木建設省に勤める超エリート。 友人たちは当初アルファンが造園工事を引き受けたことを冷笑していましたしかしブローニュの森が予想をはるかに上回る見事な出来栄えで完成したのを見ると考えを改めざるを得ませんでしたこれは現在のアンフェリウール湖です 湖の中に島もありますこの島へは専用の船で渡りますジョギングには最適でしょうこれはシュペリウル湖ですのんびり散歩する小道も作られていますこれはグランドカスケード 大滝という名前がついていますがとてもそうは見えませんこれは1860年のアンフェリウル湖多くの人々が馬や馬車でやってきているのが見えます船で渡るアンフェリウル湖の島で楽しむ人々ですこれは できたばかりの頃のグランドカスケードパリでは珍しかったことでしょう多くの富裕層がグランドカスケード周辺に集まっていますメインストリートのロンシャン通りから近く人気のスポットでしたこれはルノワールの初期の作品ブローニュの森でスケートをする人々 H がまだパリにに、にいたた。1868 1月に26年月歳のルノワールノーよって描かれましたましだ、建造間もないブローニュの森の凍った湖の上で憩いのひとときを過ごすパリの老若男女多数が冬景色とともに描かれている作品ですが寒さと雪を極度に嫌ったルノワールが残した数少ない冬の風景画の一つです。 これもルノワールがブローニュの森を描いた大作「ブローニュの森」の乗馬道サロンに出品しましたが落選イオルノワールは公認美術界と決別することになった作品ですこれは現在のロンシャン競馬場凱旋門賞が有名ですよね 世界中の競馬ファンにとっての憧れの競馬場です。ロンシャン競馬場は1857年に完成し1862年にオープンしましたそして1863年には10万フランの懸賞金をかけたパリグランプリが開催されましたそしてその後 世界の競馬ファンを熱狂させる競馬場になるのですこれはマネのロンシャン競馬場ですがこの絵を初めて見る者は皆などぎを抜かされたと言います競走馬と騎手の群れが絵を見ている自分に突進してくるような構図見る者にまるで自分も競馬場にいるかのような 臨場感を感じさせてくれる作品ですこれはドガの観客席前の競争場ドガもロンシャン競馬場を舞台にした作品を何点も描いています競馬は19世紀の初め頃にイギリスからもたらされた娯楽的競技であり当時のフランスにおいて 上流流階級のの人々の間で流行ししていましたこの絵はその雰囲気をよく伝えています競馬場はまさに富裕層の社交場でしたところでこのグーグルアースの写真を見ると外旋門からブローニュの森に 幅広の並木道がまっすぐに伸びているのがわかりますねこれがその通りですこれは外旋門からブローニュの森に向かって伸びるフォッシュ通りです道幅約120メートルパリで最も幅の広い通りです1854年の完成当時は別の名前で呼ばれていました アンペラトリス大通り、アンペラトリスとは皇后のことつまりナポレオン三世の皇后ウジエニーにちなんで命名されました幅広い大通りを建設することを美学としたオスマンらしい通りですこの通りは信仰成金きたちが富を見せびらかすために 豪華な馬車で散策する定番の散歩道になりましたこの絵のタイトルはボアド・ブローニュ大通りつまりブローニュの森大通りナポレオン三世失脚後アンペラトリス大通りはこのように名前が変わりましたこの絵を見ると車道に比べ歩道の広さがよくわかります 歩道といってもこの絵のように馬も通りましたがやがてこの歩道を多くの市民が行き交い散策を楽しむようになりました秋武と栄一はこのアンペラトリス大通りのすぐ近くに滞在していました秋武の滞在先がここペルゴレーズ通り53番地 h の滞在先がここシャルグラン通り30番地でした。秋田家や、h、たちがグランドホテルから経費節減のために移った滞在先がブローニュの森から近かったこともあって、h は秋田家に同行して何度もブローニュの森を訪れています。h は1867年6月12日のブローニュの森散策について。 後世日記にこう記しています「あけぼのの縁におかしく木々の葉も露けく往来の人影も耐えてゆくゆく互いに口すさびなどしつつ川のほとりに至りけるに水鳥など群れいて時ならぬ人足にも驚く気配もなくて神なる様は人の害せる心なきになれたる」。道の傍らに、 えならぬ花など咲き続けたれども倒る人さえもなきは趣ある祭りごとのまずゆかしくぞ思わるそれより滝のあるところにいたり人待つためにもうけたる椅子ありしばらく計測し日のいずる頃におのおの帰りぬ」。 さらに付け加えるならば、1867年6月2日、徳川昭武がナポレオン三世からロンシャン競馬場に招待され、随行した渋沢はナポレオン三世、ロシア皇帝アレクサンドル二世、プロシア皇太子らと競馬を観戦しています。この時、アレクサンドル二世とナポレオン三世は、 あるレースに10万フランの賭けをしましたそしてアレクサンドル2世が勝ちますアレクサンドル2世はこれによって得た10万フランを直ちにパリの貧民院に寄付したのですそのことを H は日記に記していますまた H は5月6日病院を見学し その清潔な施設と合理的な看護の方法に驚くと同時に、病院が裕福な事業家のカフの寄付によるものと知って、次のように書き留めています。この病院は、パリの市中にある富豪のカフ、苦毒のため若干の金を出して早築せしよしにて、その写真の体図、入り口に掲げてあり、このカフとは、 フランス革命前夜財務長官を務めた銀行家ジャック・ネッケルの夫人スザンヌ・クルショー彼女は夫の死後1799年夫の遺産を基金にしてネッケル病院を設立しましたこれが現在のネッケル病院セーブル通りにあります栄一は帰国後 500以上の会社の設立育成とともに約600の社会事業に関わりますが、亡くなるまで約60年間関わったのが東京市養育院でした。1872年、明治5年、困窮者の救済を目的に創設されましたが、栄一は亡くなるまで約60年間、院長を務めました。養育院事業は、栄一が最も長く関わった、 ライフワークと呼んでもいい事業でしたがこれにもパリ体験が大きく影響しているのです。